廃墟となったあれ城古代ギリシアに建てられたパルテノン神殿の廃墟廃墟とは建物、集落、都市、鉄道等の施設が長期間使われず荒廃した状態になっているものを指す。放置、撤去される廃墟ばかりではなく貴重な遺跡あるいは世界文化遺産や有形文化財として保護されたりすることもある。口行く姿に 芸術的価値を見出し絵画や写真の題材とされたり観光の対象とされたりする廃墟もある。廃墟とは建物、施設、町などが使用されずに荒れ果てそのまま放置されているものを言い建物などが使われなくなったとしても多用途に転用されて適切な維持管理が続けられていたりあるいは取り壊されてさら地化されたりしていれば廃墟とは言えない。 跡地利用も難しく、管理を続けるのも困難な場合には、建物、施設などが放置に任され、歳月と共に朽ちて崩壊し、あるいは草木に覆われて廃墟化の過程が進行する。建設を発注した企業が倒産した、あるいは公共事業の一環として建設されたがその、公共事業が中止になったなどの理由で、建設中の状態のまま放棄され、全く使われていない。 建築物、これらも廃墟に含まれる。ナチスドイツの強制収容所跡や、虐殺行為で無人化した村、広島市の原爆ドーム、ハワイへの真珠湾攻撃で撃沈された、戦艦アリゾナなどある時代の悲惨な状況を後世に伝えるため、破壊あるいは放棄され、廃墟同然となった状態で、意図的に当時のまま保存している例もある。ローマの経過により、 コンスタンティヌスとマクセンティウスのバジリカ、ジョバンニー・バッティスタ・ピラネージ作。ルネサンスによって、ヨーロッパでは古代、ギリシアや古代ローマの再評価が行われ、それまで打ち捨てられていたそれらの廃墟は、古代文明の偉大さを示す遺物として、関心を引くようになった。18世紀のイタリアでは、考古学が、盛んになり、多くのローマ遺跡が人目を引くようになった。 そんな中、版画家ピラネージは、多くのローマ遺跡のスケッチを版画として出版した。ピラネージの描く遺跡は見るものに、劇的な印象を与え、廃墟の持つ、美的対象としての魅力を世に知らしめた。見れの木のある創員カスパーダービトフリードリヒ作1810年19世紀後半、イギリスやドイツのロマン主義でも、こうした廃墟特に古代ギリシア、 ローマのそれに関心が集まり、競ってその方面に出かける文人やそうした古代遺跡を版画や絵画に描い、芸術狩り、あるいは君主の中には、領地の中に恋に、人工の古代の廃墟を廃した庭園を作らせた者も、もいた。こうした廃墟を好んで作品のモチーフとした画家に、ドイツのカスパー・ダービド・フリード・リヒラがいる。また、ナチス・ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーも、 廃墟絵画を好み、自ら計画した建築物や都市も前提として古代ギリシアや古代ローマのように偉大で立派な廃墟となることが条件であったという。彼が計画したうち実際に築かれた建物は皮肉にも廃線へ向かう過程の空襲やベルリンの戦いで一時廃墟になったことになる。日本においては2000年前後、 写真の世界で廃墟を被写体にした作品が若者を中心に好まれる傾向が生まれた。イギリスやドイツのロマン主義的流れを受け継ぐ写真家に80年代のロンドンに滞在し、風景とポートレートを中心に発表を重ねる池尻、清などがいる。石像建築が多い西洋と異なり、木造建築の多い日本では廃墟は成立しにくかった。 谷川厚氏継承と時間によれば、廃墟は植物の繁茂で象徴された。人の営みを自然の力が凌駕してゆく姿である。軍艦島に押し寄せる波浪、マヤ観光ホテルの植物など、廃墟の美と自然とは切り離せないという。廃墟の建物内部の写真マヤ観光ホテル、鉄道ファンの一部に、廃線跡をたどる廃線マニアと呼ばれる者がおり、 廃線巡りを熱心に行う愛好家は、昨今の鉄道ブームにより、廃鉄とも呼ばれる。また、1980年代頃からのレトロブームで、懐かしいものへのノスタルジーが高まると、同時期に、廃墟への関心も高まっていった。1990年代以降、廃墟となった施設、学校、病院、工場、鉱山、 レジャー施設などの後を訪ねて回る廃墟愛好家が増えており、2000年代からはインターネットの普及とともに愛好家が個人で廃墟に関するウェブサイトを立ち上げることも増え、YouTube などの動画共有サイトに愛好家が探訪して撮影した廃墟の動画を公開することも多くなった。廃墟愛好家の傾向としてはなどに大まかに分類され、一人の愛好家が 複数の要素を兼ね備えることもある。廃線関連の書籍としては、堀順一、消えた鉄道レール跡の歌あたりが走りである。その後ネコパブリッシング館の月間鉄道誌、レールマガジンの連載、トワイライトゾーンによって、廃線跡のみならず、廃車体等にも目が向けられ、鉄道廃墟への関心が一気に高まっている。廃墟ブームの走りとしては、宮本隆 建築の目白く、くすみまさゆき、滝本あきすけ、東京都ワイライトゾーンタモリクラブ、丸田肖像の写真集、ステル系廃墟への旅などが考えられる。廃墟ブームを生む下地として、赤瀬川原平らによる、超芸術トマソンから、路上観察学への活動も存在し、くすみと滝本は、赤瀬川の流れを組む。廃墟の歩き方といった、 マニュアル本や廃墟を映した DVD なども人気を得ている。日本の場合、特に都市部では新陳代謝が激しく廃墟が長期間そのまま残されることは少ない。バブル期に何らかの計画が立ち上がったがバブル崩壊とともに消滅したものなど都市計画が頓挫した場所などに建物などが廃墟状態になることもある。また、北海道など地価が安価で土地に 余裕のある地域などでは、撤去費用がかさむことを回避し、古い建屋を解体せず近くに新たに建てるなどすることが多く、早く、廃墟などが多く見られる。分譲マンションや商業ビルなどは、権利が複雑で再開発に費用がかかることから、高立地でも放置されるケースがある。近年、廃墟ブームはさらに広がりを見せ、 軍艦島をはじめとした人気の廃墟は観光スポットとなり、観光ツアーが企画されて、多くの人々が廃墟を訪れる現象が起きている。また、テレビ番組、廃墟の休日も放映された。廃墟への侵入や、破壊行為は、厳密には刑法に抵触する行為であるものの、事実上は、現役の建造物に比べて比較的低いリスクで、破壊行為が、 実行可能であることから、実際に多くの廃墟が、快楽的、愉快犯的な破壊行為やいたずらにさらされている。廃墟と勘違いして、現役の建物に侵入してしまうことは建造物、侵入罪による摘発の危険性が非常に高いため、廃墟への侵入者はこれを恐れるものである。廃墟の中でも、廃業したホテルやテーマパークは目立ちやすく、 廃墟か田舎を侵入者が比較的容易に判断でき、破壊の対象となり得る備品が多く取り残されているなどの理由から侵入、破壊のターゲットとなりやすい傾向がある。こうした破壊行為は器物損壊罪であるほか写真撮影だけを目的として廃墟に侵入する廃墟マニアからも非難されることがある。奥多摩湖。 ロープウェイの3島山口駅とゴンドラ原爆ドーム、犬島聖錬所後端島巫小畑専攻所、減損するもの再利用が進められているもの撤去された、ものテムズ川に残された、マンセル要塞。ありがとうございます。